最終日の今日は朝から安定板を使用し2周での戦いとなっています。ボートレース芦屋マンスリーボートレース杯ラストバトルです。優勝戦1号艇岡山の平尾貴則、2号艇広島の船岡洋一郎、3号艇長崎の中村達也、4号艇香川の松尾祭り、5号艇福岡の松村聡、6号艇静岡の藤田達弘、以上のメンバーです。ゆっくりとインは1号艇平尾貴則、シリーズを牽引してきた平尾、さあ芦屋初制覇狙います。イン戦2コース2号艇船岡洋一郎、目下3連勝中、勢い加速でのファイナルです。3コース3号艇中村達也、奮闘のシリーズ、自身4度目の V をかけて、4コース角船券外さず抜群の走りです。4号艇松尾祭り、5コース地元期待の5号艇松村聡、なんとこれが6場所連続での優出なんです。大里は久しぶりの優勝を狙う6号艇藤田達弘、3対3です。1番2番3番4番5番6番の並び、スタートしました。優勝戦の第12レース、1番2番3番と出てきます。逃げる1号艇の平尾貴則、2号艇の船岡がまくっていく、刺す5号艇の松村に4号艇の松尾、さらには6号艇の藤田、向こう正面へさき出すのは4号艇の松尾祭り。スタートは前提正常でした。先頭は4号艇の松尾、追いかける6番1番で2マーク、トップで4号艇の松尾祭り折り返します。内を狙う6号艇の藤田、まくり刺してくる1号艇の平尾、先頭は4号艇の松尾が前、追いかける1号艇の平尾、3番手に6号艇の藤田が続いて、レースは最終周回へと入りました。さあ1枠4号艇の松尾がトップで向こう正面へ、1号艇の平尾貴則殺しを狙いますが、先頭は4号艇の松尾祭り、1号艇の平尾貴則2番手、3番手は2号艇の船岡です。6号艇藤田4番手、さらには5号艇松村、3号艇中村となっています。最終コーナー、先頭は4号艇の松尾祭り、自身5回目となるシリーズの頂点見えています。1号艇の平尾貴則は2番手、3番手が2号艇船岡洋一郎でゴール、先頭4番松尾優勝の5輪、1番2番6番5輪5番5輪ラスト3番5輪、以上優勝戦全艇ゴールインしました。